東京は雨が降ってますよ。おっと、その格好で大丈夫ですか？最近はですね、もう上着必要ないとか思っている方多いんじゃないんですか？20度近くまで上がれば大丈夫だと思っている方、違うですよ。今日は寒いんですよ。寒い時にはストレッチが必要になってくるんですよね。なんせ東京はこれで月曜日3週連続雨なんですよね。そして今日は北風も吹きやすいということで、日中なかなか気温が上がらないんです。そうなるともうね、長袖でも薄着だとちょっと寒いかもしれない。僕はちゃんと上着着てますからね、全然大丈夫なんですけれども、もしね、歩いてて、あ、ちょっと薄着の人、あ、薄着の人大丈夫かなって言ったら、ストレッチしていきましょうね。大事ですよ。あ、ちょっとあなた待ってください。そんなんじゃ待ってくれませんからね。待ってって、これくらいから待ってくれるかもしれない。その時にちゃんと薄着気をつけてってことを言うためには、もっとねアピールした方がいい。待ってって、ちょっとその差を回って、回ってね、お腹の軸を作って、8の字を大きく作るんですね。待って待って待って、ほら引き締まってくるんですよね。引き締まったらどうなるか、体も温まってくるんですよね。筋肉動かすことが大事、全身運動あり。ちょっと待って待って待って、ほら、そしたらね、相手もね引きますからね。引いたら多分ね上着着てくれると思いますんでね、ちゃんと皆さんのね、相手のことも健康も気遣って、しっかりとストレッチしていきましょう。雨が日中続くと思います。それでは元気にいきましょう。ちょっとあなた待って、もうその格好でダメですよ。こうやって待ってって、ちょっと行かないで、なんで